7月22です。A と B、AB。ネバネバしている納豆ともちもちのプリン。玉ねぎとネギです。神がそれを呼んでいた。日本で誰もが知っているバンドになることです。エクボなのだ。ものを作ることです。口癖は祈りよなのだ。祈り。お迎えに行きましょう。タナトスです。それは腹筋だ。自分のセールスポイントは他と違う変と言われることかもしれない。変すぎて馴染みたくても馴染めないところが多すぎる。の、変わってると言われています。トビガンコはイングリッシュ、英語でございます。国語です。漢字が苦手なのだ。なんとアナウンサーです。それでは次のニュースです。スイミングしてました。何かを想像しているときです。何かを我慢しているときです。祈りブルーモンスターハンター。昔はダイアンを使っていましたが、今は何のこだわりもない。かわいい。一番話が通じるところです。何を言わなくても通じるところです。シェフドラムですね。後ろからボーカルを見てみて。一番目立つから。北海道です。美味しいものをたくさん食べて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 回りたい。イタリア、そこで料理の勉強をしたいです。そして最強のシェフになります。母上様のもとに行きたい。愛です。お金では買えません。愛です。左に4つと右に1つ、口に2つ。青ペリエル364麺使っています。通常の香水です。デュラララ池袋ウエストゲートパークが好きです。ブリーチサンドイッチマンですね。そんなもん決まっているじゃないか。香りを楽しむ飲み物、ワインコーラです。それは決まっているであろう。これでネクスト名古屋イデアシュラウド。ハリーポッターです。この映画が世界で一番面白いと思ってます。モモンガとかレオパとか買ってみたいです。可愛いから。天下フル。さっきから散々祈ってるじゃないか。祈りバスケです。何も伝えてないのに欲しい食べ物が目の前に持ってきてくれた。センチです。子供に微笑まれた時です。何か食べてる時と歌う時です。そんなの決まってるじゃないか。アウトドアに決まっている。アウトドア。多分俺という体は何かずっと動いてないと死んでしまうのかもしれない。マグロのようにポジティブに決まってるじゃないか。散歩です。ビジュアル系を聞きながら散歩をします。織田信長。祈りと食事に使っています。祈りを。本当に食べるのが好きなんで食器がとてもとてもかさんでしまいますね。
食事だけは絶対に節約したくないんで、それ以外のことを節約します。特に決まってないです。神になりたいです。そうですね、コスモを燃やしたい。そうだ、星座になりたい。小学生が来たらと普通だった。イケメン、めちゃくちゃやべえやつだけど俺のこと大好き。普通なのではなくて、単純にむちゃくちゃ優しいからであったでしょ。やさおです。やさお、たまにドライと思うこととかもあるかもしれませんが、実はいろいろ考えてるからこそ祈りを捧げます。高級焼肉を一人で食べる、戻さなくて結構、まあ、強いて戻れるんだったら中学生です。その魔法は我に従えと言ったら何でも言うことが聞く魔法です。シュリちゃんです。その思考回路の中を冒険してみたいんです。母上様を持ってきます。何でもできる。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコ、自分のレストランを出そうと思っています。梅です。とてもいい曲です。ウーバーワールド、君の好きな歌。そんなもん決まってるじゃないか。グモンだグモン、男でも女でも祈りだ。そんなもん決まってるじゃないか。ハムスターなのだ。ケケ、無理、絶対無理無理、それ決まってるではないか。コーンです。一番好きな必殺技、それは刀を大きく振りかぶり月賀天将。月賀天将が正しいイントネーションでございます。すいませんでした。ウーバーワールドかボブマーリーだった気がします。お母様です。月曜から夜更かしに出たいバラです。美しい感じです。夏です。その理由は寒いと動けないからです。祈りを、本を読んでいます。タワーマンションとでご飯を食べる、それで美しい夜景を共に見る、それだけです。今です。人生最大の危機、それは923、真相は謎のまま。以上。いつもいつも可愛くてありがとうございます。ごちそうさまでした。いつもいつも優しくて優しくてかっこよくてありがとうございます。いつも何も言わないのに言葉が通じてとても嬉しいでございます。今後ともよろしくお願いします。神に近づくために祈りを捧げ続ける名古屋のイニシエ継承者です。最後まで見てくれてありがとうございました。それでは祈りを。